ハイヒールはルイ14世が低身長をカバーするために履いたことで世に広まった。ナイキのロゴは勝利の女神ニケの翼をモチーフにしており、制作費わずか35ドルで生み出された。青森空港では手荷物受け取り時にコンベアから大間のマグロのオブジェが流れてくることがあった。ティラノサウルスの脳の大きさは最大でも 530g 程度で、人間の脳の平均 1400g よりもはるかに小さい。クリスマスイブはホテルの予約が殺到するが、キャンセル率が通常よりも跳ね上がる理由は察してほしい。日本の1日の行方不明者数は約230人。貧乏ゆすりをすると股関節の軟骨再生やむくみ解消などの健康効果がある。人の容姿を5段階に分けると、見た目の印象がいい4と5の男性は、容姿が平均より劣る1と2の男性と比べて平均年収が 17% 高い。